蝶は、中国語管末期から三国時代の義にかけての武将。字は、春蓋。三国史義士、蝶学ばり、女伝いに、つてがある。奇襲下官軍、県の人。子は、長武ほ他四人。はじめ官服、ついで炎章に使え、官渡しの戦いにおいて、早々に降伏し、以後は、義の縮小として長く活躍した。 黄金討伐の母兵に応じ、軍師場として、官服に属した。官服が破れると、蝶は、自らの兵と共に、炎将に基準し、高位に任命された。高村三との戦いで、大いに活躍し、冥国中老将に昇進した。漢渡しの戦いの前、蘇寿や伝法と同じく、曹操と直接対決することの不利を説いたが、炎将には、受け入れられなかった。 関渡しの戦いの終盤、炎章の軍領集積地であるカラススを守る、純武刑が、曹操に吸収された。長は曹操が精鋭を指揮していることから、純武刑に援軍を送るよう炎章に進言したが、都督の格図は、反対し、曹操が留守にしている本営を攻撃するよう、進言した。蝶は、曹操軍の本営は、簡単には落ちないとことを唱えたが、は、 両方の策を取り入れるという優柔不断な行動を取り、軽装の騎兵をカラススの援軍とし、重装の兵で曹操の本営を攻撃した。趙は曹操本営の攻撃を諌めたのにもかかわらず、炎将からその首相に任命されている。趙の予測通り曹行が守る勘渡しは落ちず、カラススの順受けは曹操に敗北し、炎将軍は改装した。 純右京の敗北を恥じた、角図が、蝶は、敗北を喜び、不尊な言葉を吐いていると残言したため、恐れた蝶は、降乱と共に、総方に降伏した。敗勝士は、武帝記や、炎将伝では、蝶が降伏した後に、炎将軍が改装したと書かれ、蝶伝の記述と違っていることを指摘している。双方は、蝶らの降伏を怪しんだが、純優が、蝶は、 計略を採用されず怒って降伏したので、疑う必要はありませんと進言したので、受け入れられた。曹操は、蝶の降伏を喜び、ご師匠は、自分が誤った君主に仕えたことに気がつくのが、遅かったために、不幸な最期を遂げた。お主がわしに降伏したのは、ほのご刑が因を裏切って、衆に仕え、関心が、幸運の下を去って、 劉頬に仕えたような真っ当な行動であると、称賛した。趙は、編将軍に任命され、都抵抗に封じられた。204年、軍勢を与えられ、行の攻略や墨海の延旦攻撃に従軍した。その後、学神と共に別軍の指揮を通り、用奴を包囲し、これを打ち破った。207年、右岸との柳城戦では、趙領と共に戦法を務め、その功績で、 平敵将軍に昇進した。別動隊の指揮を取り、東来軍の干渉を討伐した。208年、曹操が慶州を征伐する際、宇近長領、長、主礼利天、路招き、氷海の七将軍は、少領大主都督森軍となった長元に統括された。209年、宇近長領、造派が、陳乱、梅政を討伐した時、長は、 長領の指揮下となりこれを破った。当時、長は、右近、長領、学神、女皇と共に名称と謳われており、曹操が聖伐に出るたびに五人が交代で、進行の時は、先鋒となり、撤退の時は、伝軍となっていた。211年、馬長、関水との戦いでも、曹操に従い、遺難で、馬長、関水を破り、さらに安定を包囲し、 幼脇を降伏させた。212年、加去縁に従い、の両郷と武徒の帝族を討った。214年、加去縁の指揮の元先法となり、帝族と共族を従える馬長を破り、これを敗走させた。加去縁が、宋立てを討つと、別動隊として川崎を平定し、黄河を渡って昇降中に入り、火星の共族をすべて降伏させ、老右を平定した。 215年、漢中での長炉征伐では、主霊と共に先に、軍の指揮を取り、講和の帝族の王の党主下を、討伐した。曹操が山艦から漢中へ行軍するときには、不評五千を率いて先行し道を通じさせた。傭兵まで行き、長炉を降伏させた。曹操は帰還するとき、過去縁と共に、長を、漢中の守備に置き、 歴史を取った劉備に備えさせた。蝶は、波頭、派生の2軍を下し、その住民を、冠中に移住させ、東京、猛東、東伊島まで進軍し、劉備と張飛に退治した。50日余りして、精鋭1万人ほどを指揮する張飛に、賛道から攻撃されて大敗し、共回り十数機と共に、南帝に引き返した。 しかし、住民を移住させた功績で東亜田将軍に任命された。219年の帝軍山の戦いでは広い市で、劉備と対峙し、新兵を指揮して、劉備の野衆を撃退したが、再び劉備が総馬国の陣営襲撃してくると苦戦した。加去縁は、長のために、兵の半数を救援に咲いたが、その隙を突かれて戦死した。加去縁が打ち取られて、 蝶が傭兵に引き返したとき、劉備は、主界の首を打ち取ってはいないではないかと言ったという。過去縁の死により、曹操軍は、混乱に陥った。過去縁の芝であった、各順は、長将軍は、国家の名将であり、劉備も恐れている。この緊急事態は、長将軍以外に任せられないと言い,い、森重ねも、長を、臨時の都督とすべきと進言したため、 長があり印に、漢中守備軍の葬式を取ることになった。長は、全軍を励まして、同様から落ち着かせ、諸将も、長の軍令に従った。長安まで来ていた曹操は使者を派遣し、長に仮武を授けた。曹操は、長安から漢中に入り、劉備と対峙したが、劉備が高い山に立てこもったために大規模な衝突には、ならず、曹操軍は、 勘中から撤収した。長は勘中と長安の中東にある鎮僧に宗臣と共に中屯した。以後、宗臣とは長く戦線を共にすることとなる。220年、宗妃が大位に就くと、右近の公認となる。左将軍に任命され、都合校に進む釈した。宗妃が定位に就くと、故郷の剣を放置とされ、公に進む封した。 招直を受け、宗神と共に、露水こと、東京を討伐した。各順が、宗神の長子として、進む京森軍を兼ね、蝶は、洋脇と共に、その監督下に入ったという。巨匠に宗神と共に召喚され、222年に、宗神、加古直らと共に、高領を攻め、艦隊の指揮を取り、孫森を破り、長江の中須の砦出を占領した。 真の時代に描かれた長の死、宗栄の時期になると、長は、慶州に配置され、芝居と共に、孫賢の武将の竜話を破るなど、呉との戦いで功績を挙げたが、228年、諸の諸葛亮が紀山に出兵してくると、長は特進の位を与えられ、大諸の前線に再度赴くことになった。町邸の戦いで馬諸を敗走させ、反乱した南安、天水。 安定を送信と共に平定し、先行により針は、職有を1000個加増され、以前と合わせて4300個となった。長は、冠中の諸軍を指揮して再び京州に戻り、芝居の暮れ性抜に参加するよう命令を下されたが、長が着いた頃には、冬で水位が下がっており、大型船が運航できない状況になっていたことから、長は引き返して片城に駐屯した。 宋神の予測通り鎮宋の戦いが始まると、趙は明帝より駅場を支給され、首都に戻された。明帝は直々に、河南城まで出向いて、趙を宴席でもてなし、南北の軍病三万と共に、護衛のためのこの衛兵を分け与えた。趙は、昼夜健康で南帝まで進軍し、諸葛亮が退いた後、首都に召喚され、生聖者気将軍に任命された。 231年の第四次北伐で諸葛亮が指揮を取る職軍がまたも貴山に進出し趙は御事のりにより諸将を特使略用に到着すると諸葛亮は貴山を保持するために軍を返した趙はこれを追い目門に至ったところで諸葛亮軍と交戦になり矢を右膝に受けて戦死した三国使王大螺によるとこれ以前に趙は 大平が守る陣を攻めて撃退されたという。明帝と鎮軍は、歴戦の名将である蝶の陣没を大いに悲しんだという。総功と死亡が送られた。聖師四,四年秋七月、双方は招徴を下し、曹操の病庭に、後進二十人を祀った。その中には、蝶も含まれている。蝶は、臨機応変の策に通じ、よく陣営を統率し、 状況や地形を考慮して計略通りに行かないことはなかった。また、武将でありながら、儒学を愛好し、同教の儒学者である皮膚科師を推挙し、御事乗りで称えられた。長は、職で最も恐れられた、義進として記述されている。劉備が警戒する発言をした、義進が、関羽を撃退した学神と、自身が退治した長であり、 劉備の死後も、諸区の将兵は皆、蝶を恐れたとされる。陳治は、曹操在政時に、最も功績があった将軍として、蝶領、学信、右近、蝶、徐皇を一つの巻に収録しており、蝶はその四番が目に位置づけられている。蝶は、変化に巧みで、称えられたと評している一方で、蝶領や徐皇のようにその評判を裏付ける詳細な、記述がないのは、 記録漏れがあったからだろうと述べている。南宋の古参政は、長は、味方のはずの芝居からも恐れられた名称であったとし、陳俊心や渡辺義弘も同じ評価を下している。小説、三国志演儀では、勘渡しの戦いの際に登場し、史実と同様の顛末で、早々に投稿している。長の征伐では、野衆に備えず大敗するが、 曹操を救援するなど挽回し、平定後は、過去を縁とともに、冠中の要害を任された。冠中攻防戦では、曹操に、派生攻略の許可を得て張飛と戦う。蝶は、張飛の策に苦戦し、計略で雷動を打ち取るが、最後は、張飛の裏道を使った強撃で敗れた。蝶は激怒した曹操に切られそうになるが、各順の勇めで除名されている。 下宝関では、甲中、玄顔と戦うが、遊軍が、蝶の勇めを聞かずに苦戦し、天頭山で日攻めに相配送した。加口縁が廃止した際、劉備は、蝶を切ることができれば、加口縁を切った手柄の10倍に当たるだろうと、発言している。町邸では、芝居の指揮下で、大平、馬食を打ち破った。第三次北伐では、芝居の作戦で、 食軍の事務を攻めるが逆に包囲される。蝶は矢の雨を潜って幾重もの包囲網を突破し、副将の大量が取り残されると、再び突入して救出し、大軍の中で突撃を繰り返した。この時、諸葛亮は、かつて蝶が長飛と激戦し、見る者が皆恐れたという伝聞に特進し、職の害として必ず始末すると決意している。 第四次北伐では、諸葛亮の追撃を強く望み、芝居は後悔のないよう念押しして、追撃を認める。蝶は、副兵を警戒するが、諸葛亮の策で義のベラが、偽りの敗走を続けるうち、両側が、崖の木門堂まで誘導され、退路を遮断されて、副兵の一斉射撃に倒れる。芝居は、自身の過ちだと嘆き、奏栄は、 蝶の死を聞くと涙を流して悲しみ、泣き殻を収容させて、手厚く葬った。蝶は、物語中、蝶肥、蝶運、馬蝶、甲虫、儀の部などの猛将とも歩行を交え、劉備と諸葛亮にも警戒されるなど、定番の強敵として扱われている。一方で、柴居が諸葛亮の公敵主という構成上、 馬食や諸葛亮の撃退が柴井の武将としての功績となり、蝶と柴井の意見の対立も柴井に理があったように描かれ、蝶の最後も上記の通りに変更されている。渡辺義博は食を苦しめ続けた名称の蝶がお粗末な客色で、最後を記述されるのは演技の復讐ではないかと考察している。ドラマ、三国志スリーキングダムズでは、 剣閣道にて、脅威の急兵に射殺されている。吉川英治の小説、三国志では、字は、春義となっている。また、吉川の記憶によって三回も戦死している。ありがとうございます。